ライブだよ。全員集合。See
ですやってます。そうなんだ。だってデカでやったことないからね。だいたいジャーっとなる。ちょっと濃いの入れたら喜ぶかな。言ってて恥ずかしくて。そうだったんだ。やっぱちょっとブルージーにしたい。ブルージーでしょ。ブルージー川崎。知る人ぞ知る。ブルージーになったんですか。もうほら横手とか石巻で仙台のブルージー川崎元気ですか。聞かれたでしょ。そうだった。あなたもそういう話を合わせるんだって、結成して7年目になりましてね、ここ話しないところでしたね、打ち合わせですね。話してたもんね。そうだね。ね、話をしないところ、ね、そうだね。まあいいか、ライブだし ね、まあ、ね、ライブはね、何が起こるかって分かんない。だいたい予定通り行ったことがない、で何の話、あ、そうそう、オープニングアクトっていうのが今回先日、中津川でいうフォークジャンプっていうので、我々初日で2日目がアウトボール、うん、で、まあ、2日目こうもう客としてね、俺たちはね見てて、歩いてた、歩いてた、見てたわけですよ。その時、佐々木一夫さんと目が合っちゃって今日こうしてここに立ってる、うん、だいぶ間を割愛しましたけど、ね、そういうわけで今日来てるんですね。で、オープニングアクトっていうのは何だって話がちょっと個人的に思って、で、調べてみたんですよね、オープニングアクト、うんうん、ちなみによく言われる前座、前座っていうのがあるんだけど、うん、前座っていうのは落語から来てることだよね、うん、知ってたよね、あとね、うん、前座の反対の言葉は真打ちなんですよ、うん、だから同門の同じ門下生の中の真打ちと、うん、まあ、入りたてのこれから芸を磨く、前座っていうのは、じゃあオープニングアクトの逆は何だということなんですが、うん、実はその逆ってなくて、うん、でさらに調べていくとメインアクトがオープニングアクトの逆になるんだね、うん、でオープニングアクトっていうのは、よくオープニングアクトっていうのは普及してますけど、ところによってはサポートなんとサポートアクトみたいな、うんうん、要するにメインの方を、うん、サポートする、うん、要はメインの方が本番のステージをやる間、やる前に盛り上げるミュージシャンだっていうことに、調べがつきまして、うん、その瞬間、しまった、うん、オープニングアクトこと盛り上げなきゃダメだな、あ、ほら、うまいね、非常に多大なるプレッシャーを、なってね、盛り上げなきゃダメだ、うん、なんでこんなシーンとしてるの、ね、だいたいね、本当にね。で、来るときにその話を、まあ、こう乗りながらこう組み合わせて、ね、アウトボーラーが出るまでにどっかんどっかん盛り上がって、アウトボーラーが出てきた瞬間にうわーとかってなるような状況にどうやら持っていく係らしいということをこうしてどうするって話になって、まあさすが外からの考え方じゃないですか、オープニングアクトじゃなくて前座でいいだろう、そう、うん、なるほど、ね、一般の人はこの意味がわからない、ね、前座だから、今日この時から我々、うん、アウロボーラー門下の前座というところです、はい、下ってしまい、下ってしまいます、もう落ちましょう、落ちましょう、巻かれてしまえ、長いものに巻かれてしまえ、そうね、そう、カズオ兄さん、カズオ兄さん、川崎兄さん、うち兄さん、うち兄さん、うち兄さん、そしてしずく姉さん、いやいやいや、なんで兄さん名前なんでしたっけ、藤村兄さん、うん、そしてこっちを最初に言っちゃダメなんだよ、忘れちゃいけないしずく姉さんっていうのそうだね、山場でそういう打ち合わせしたのもうお腹いっぱいでなんかあんまり覚えてる、ほんとご飯食べてるのことがするんですよ、まあそういうわけで、あ、よく来たな、はい、子供たちが空に向かい
No, no, no.
明日には傘が
ね。